リーナ、どうもこんにちは、クーヒョです。皆様、タイトルを見て、来たと思いますので、もう説明不要かと思いますけども、ソードアートオンライン3期の情報が来ております。3期の情報が来ております。とんでもねえ時代だったな。いやー、なんかまだかまだかと言われつつも、なかなか来なかった、なかなか噂が出なかったソードアートオンライン SAO、3期でございますけども、やっと出ました。で、その情報、いろんな情報が出ております。辿ってみたんですよ。そしたら、ソードアートオンラインオーディナルスケールの完成披露宴みたいな、まあ要は完成したので何名様を、選んでご招待して、まあやる舞台がある、んだよね。で、それで、なんかエンディングのとこに、なんかね、ソードアートオンライン、ウィル、リターンと書いてありました。で、俺は意味が分かんなかったので、ウィルリターンってなんだと思って、Google 翻訳したら、サオは戻るって書いてありました。サオは戻るって。まあ、要するに、ソードアートオンラインは戻ると。戻るってどういうことだ？過去に戻るのか、はたまた、映像として戻ってくるっていう意味なのか、まあ、どっちかだと思うんですよ。まあ、でもおそらく後者、映像として戻ってくる。よって3期。で、映像として戻ってくるの中で、ね、2択あるじゃん。DVD、ごめん、3択だ。映画、アニメ。多分まあ、こういうものだと思うんだけど、おそらくね、もう映画今やってるし、DVD 円盤としても最近もうボックス出てるし、まさか2期のボックスのことじゃないよな。いや違うな。そこまで期待させておいて、それはない。だから、アニメしかないよね。映画のエンディング出すぐらいだよ。めちゃくちゃ盛り上がるじゃん。映画見た、初めて俺その情報知らずに映画見に行ったら、もうね、迷わず拍手ですよ。フルリターン、意味わかんないけどとりあえず拍手みたいな。いやいやいや、熱いね。たまんねえな、おい。マジ楽しみ。でね、またさらにね、情報があって、なんかね、アリシゼーション、噛んだか今。まあいいや。アリシゼーションのとこが、映像化するんじゃないかと噂が出ております。まあただ長いんだよね。だから1期2期で終わるんかいっていう話らしくて、まあ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 、その辺はね、まあ、気になるところだけど、まあどの作品が出ようが俺はね、確実に見ます。めちゃくちゃ楽しみです。いや本当ね、みんなさん A1 ピクチャーさんずさ、頑張ってほしいですね、はい。ということでね、まあ、3期の情報はここまで、まああんま出てないので、ここまでしか俺も調べてませんし、喋れません。なので、ちょっとね、オーディナルスケールの新 PV が来たじゃないですか。ね。まあ、そちらの話をね、ちょっとしていこうかと思います。あと、その、出てた情報をいろいろ調べてたら、見どころとか書いてたんですよ。で、松岡くんと戸松遥さんが、喋ってた情報とかもあったんで、それについてちょっと触れていこうかなと思います。まず、見どころについて、松岡くんからこういうことがありました。ヘタレなキリト。男前なアスナが見どころらしいです。ここ気になるよね。まあ、確かに、今までの PV とか、いろんな情報見てた限り、キリトは、なんか、オーグマに対して批判的。まあ、キリトはフルダイブが好きだから、そっちをやりたいと。でも、今の世の中、その映画の中の世界では、オーグマ AR が流行っていって、で、まあ、ちょっと手軽な感じのやつに切り替わっていると。まあ、それに対してキリト多分ね、まあ、みんな、オーグマかよと。AR かよと。まあ、いう風になって、で、お兄ちゃんもこれ使ってみたらってすぐ言ってるし、まあ、キリト全然最近やってねえなとか、なんかね、確かクラインに言われてたような気がするんだよ。まあ、そういうのが、まあ、男前ではないと。まあ、ちょっと消極的なキリトなのかなと。で、アスナに関しては、なんかね、もうね、アスナはね、戦闘シーンめちゃくちゃ映ってる。PV なのに。で、なんかね、もうね、ここ、鳥肌立ったんですよ。あのね、シリカちゃんが、なんかね、襲われるシーンがあるの。ドラゴンか何かに。で、その時に、シリカちゃんこけて、背中ガッパーってやられるところにアスナが、シリカちゃんっつってバーンぶち込む感じのね、やつがあるんですよ。そこがね、めちゃくちゃいい。もうなんつうんだろうな。で、その後のシーンがいいんですよ。その前の曲の止まり方もいいんだけど、その後のシーン、もうアスナが涙でね、バーってやられてんのよ。もう多分それはドラゴンに背中グッパーやられて、アスナが、アスナが、なんかいろいろね、なんか損傷を負うということなんだろうけど、もうなんかね、そこ見てるだけでね、涙で、涙の鳥肌がね、出そうになりました。まあ鳥肌は出たけど、涙は出てないけど、出そうになりました。いや、本当にね、楽しみすぎる。もうお世辞抜きで楽しみ。本気で楽しみだな、俺。なんかね、なんか見に行った人の情報かわかんないんだけど、ツイッターとかで、
なんか SEO 1期2期のもうほぼほぼ集大成と、まあ、これどういうことかなと思ってね、いろいろ考えたんだけどね、 SEO 1期2期の集大成、まあ要はキャラが全部出てる、キャラが大勢出てる、でなんだろうな、他に何がある、その集大成って、なんかアスナが囚われるわけでもないし、でもキリトはそのなんか誰かと戦ってたよね、あの男と、イケメンの男と、だからそれてか毎回キリトは一騎打ちをするってことは一騎打ちがあるんじゃねえか、あーありえる、これはありえる、これありえる、今俺思いつき喋ってるけど多分ありえるわ、あキリト毎回な一騎打ち、カヤマとデスガン、シノとも一騎打ちしてるね、もしかしたらオベイロン、まあ一騎打ちというか、まあオベイロンはただの変態なんだからでも一騎打ちは多分あるでしょうね、いや考えれば考えるほど楽しみだわ、やべえ、ちょっと待って公開待ち遠しいわということでね、まあ今日はこの辺で、締めておきます。皆さんもね、オーディナルスケールの感想じゃないけど、まあいろんな期待をとか、3期への期待をね、コメントいっぱいいただけると嬉しいです。いつもこういう動画たくさんコメントついて僕嬉しいです。ということで、次回もよろしく、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。